サガナキメディアを再生するシカゴのレストラン、ザ・パーセノンで、フランベされながら供されるサガナキサガナキとは、チーズを油で焼いたギリシャのアペタイザーである。チーズは、通常ケファログラビエラカセリケファロティリ、または、羊の乳のヘタが使われる。このほか、アラホバでは、ホルマエラ、キプロスでは、ハルーミも使われる。小さなフライパンを熱し、チーズを泡立つまで溶かして、 レモン果汁と胡椒で味付けして供する。パンと共に食べる。アメリカ合衆国、カナダ及びオーストラリアのレストランでは、焼いた後にテーブルでオーパーの掛け声と共にフランベする場合もある。その後、レモン果汁を絞ってフランベの炎を消す。このスタイルは、シカゴのグリークタウンのレストラン、ザ・パーセノンで1960年代に始められたと伝えられている。 この料理の他にも、一人前のフライパンで調理される料理を、サガナキと呼ぶことがあり、小エビのサガナキ、ムール貝のサガナキ等があり、通常ヘタをベースとし、辛いトマトソースで調理する。サガナキは、取っ手の二つついたフライパンを意味するサガニの縮小時で、あり、サガニはトルコ語の左半に由来する。ありがとうございます。